袋暴走事故遺族、松永拓也氏へ誹謗中傷殺到。老人から億の金を奪うとは何事か、にやきれな声。内容はこちら。池袋暴走事故遺族、松永拓也氏に対し、なぜか誹謗中傷が殺到しているようです。では、松永拓也氏のポストより内容を見てみましょう。池袋暴走事故遺族、松永拓也。緊急のご報告。民事裁判の損害賠償は、飯塚氏が支払うのではなく、飯塚氏が加入していた損害保険会社が支払います。非常に勘違いしている方が多く、誤った認識で批判、誹謗中傷、また、言葉にできないほどの、それ以上のご連絡が来ており、身の危険を感じております。ご理解のほどよろしくお願いします。正確に書きます。警察に対し、匿名で私への殺害予告が来ました。年のいった飯塚にお金を払わせるのはおかしいので、近いうち松永を殺す、という旨の予告です。もう一度書きます。民事裁判の損害賠償は、飯塚氏が支払うのではなく、飯塚氏が加入していた損害保険会社が支払います。報道関係者の皆様へお願い。もし、この予告の件を報道される予定の方がいましたら、1、飯塚受刑者は、芝居席、任意保険に加入していた。2、民事裁判確定し、報道された金額は保険会社から支払われる。3、飯塚受刑者個人との直接金銭のやり取りはない。この3つをお伝え願いたいです。よろしくお願いいたします。本当に世の中どうかしてますよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。家族の命を奪われてる人に、なんてこと言ってんだよ。もうイチャモンのつけ方からしておかしい。単に叩きたいだけやろ。なんでこの人被害者なのに、こんないじめに遭うんだ。幼女から未来を奪っていることはスルーしてる狂気。自分が同じ立場になってしまったらとか考えないのかね。こいつらって日本人じゃないんじゃない？熊突しかり。頭おかしい奴しかおらんのか。バックに何がいるのか、芋づるでお願いします。松永氏に誹謗中傷をぶつける人たち。なんだか熊駆除クレーマーと同じ匂いがしますよね。次はこちら。保険屋です。1.4 億円なんて任意保険でも払いきれない、みたいなポストも見かけましたが、皆さんがご加入の任意保険の控えを確認してください。ほとんどの方が、対人賠償は無制限となっています。このようなケースなら、裁判で賠償額を決めて、それを保険会社が支払う場合が多いです。2人も亡くなった人身事故なんだから、賠償額が億単位になるのは当たり前だよね。全く反省してないんだから、むしろ少ないと思うやつの方が多いだろ。億でも足りん。最初から反省する態度見せてれば、結果は違ったかもな。1.4 億円は妥当だと思います。いや、むしろ足りないくらいですよ。なぜ批判の声が飛び交うのか意味不明です。次はこちら。彼は大事な家族を亡くし、長い時間戦ったんだ。なんで中傷されないかんのだ。飯塚の罰は、むしろぬるいくらいだろ。あのじいさん絶対反省してない。老人が人を引き殺す事故を起こしながら、自動車の欠陥だとか主張してたことは忘れないぞ。むしろ飯塚本人に払わせるべきだろ。あの世に金は持っていけないんだし。逆に本人から取らないと意味ないじゃんか。今も心から反省していない老人ですからね。批判されるべきは飯塚氏ですよ。最後はこちら。誹謗中傷、殺害予告、捕まえて裁いてください。一体どんな人生を送れば、こんな人間が出来上がるんだよ。まあ予想通りの見解だな。どんな奴が捕まるか楽しみ。腐り切った少年のクズがどんな顔なのか楽しみだよ。1億ももらうなんて許せない無期、ってことですね。はよ逮捕されてどうぞ。単なる嫉妬だろうね。浅ましい。直接本人に送るのならまだしも、警察に送るってどういう神経してるんだ。ちゃんと刑事罰を与えろ。日本は犯罪者に甘すぎる。
バレないと思ってんのかね。以前もこの人に誹謗中傷してたやつ逮捕されたっつうのに、暇すぎやろ。殺害予告をした犯人を特定し、早急に逮捕してください。絶対に許せません。結論。東京池袋で乗用車を暴走させ、松永拓也氏の妻子の命を奪った飯塚幸三受刑者に損害賠償を求めた訴訟が27日結審。東京地裁は飯塚受刑者らに約1億4000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。するとなぜか松永氏へ誹謗中傷や殺害予告が届くという意味不明な展開に。本当に異常だと思います。この誹謗中傷や殺害予告の動機が1億4000万円の賠償金に対する嫉妬なのか、それともただ叩きたいだけなのか理由は不明ですが、警察はしっかりと犯人を特定し逮捕し、そしてマスコミはこの件をしっかりと報じてください。愛する家族を失った松永氏を苦しめ続ける悪魔には鉄槌あるのみですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。